森重和監督2017開幕3連敗必要なのは、巨人6対3中日2017年4月2日東京ドーム。中日が2年ぶりの開幕カード3立てを食らった。誤算は先発の吉見だった。3回まではノーヒット投球だったが、3回に不運な内野安打をきっかけに連打を浴びて2点を失い同点に。6回も打ち取った当たりが内野安打になり、そこから4点を奪われた。吉見は粘れるか粘れないか、そこにつきますと反省した。一方、打線には明るい兆しが見えた。クリーンアップがそれぞれ打点を挙げた。初回にビシエドが右中間への先制二塁打。4回はゲレーロが来日1号。7回は平田が左翼に1号弾を叩き込んだ。それぞれ1点にとどまったが、新打線のポテンシャルは示した。森監督はバッテリー間でいろいろな攻め方をしているんだろうけど、向こうはそういうところ主軸に回ってきて、欲しい時にタイムリー、欲しいところで長打が出た。敗因はそういうところと振り返り、3連敗については現に起きてしまった以上、次のことを考えないとと、4日からの本拠地開幕カード広島戦へ気持ちを切り替えていた。柏原誠。みんなの声。この状態で阪神が火をつけやがった広島とか、絶望とかいうレベルじゃねえな。強い時代なら3連勝していた展開、一つくらい分かってほしかった。新監督になっても選手が成長してなければ勝てない。谷繁監督時代からの右投手左投手でスタメンを変える、これはあなたの戦略でしたか。これじゃ選手は育たない。1、3戦目はともかく2戦目のさよならが痛かったね。荒木は自らスタメンから外れるよう監督に直訴するべき。こんな成績で今後出続けるようなら、ベンチでいぶってる若手の士気にも影響する。2000本安打を目指すのは優勝の可能性が消えてからでも遅くはないと思う。直道平陽、周平二軍ってありえない。逆に監督スタメン見てこれなら3連敗どころか再開確定だと思った。名参謀が名監督にはなれないのか。俺、巨人ファンなんだけど、中日大丈夫か。小憎らしいくらいに強かった頃に戻ってほしいぜ。負け方が良くないですよね。守護神田嶋投手がサヨナラホームラン食らっているし、ダメージがでかいです。オリックスも中日も予想通りな感じ。この監督、投手交代が遅いね。大島は当たっているが、荒木が全然ダメ。2番は亀沢か京田を使うべきでは。打つ感じが全くない。歯が立ちません感がすでに出てるので、今年も最下位まっしぐらだね。京田選手はずっと使い続けてほしいですね。選手があまりにひどい。勝ちきれる試合を完全に落としている。試合見てると巨人も相当弱い感じだったよ。それにも勝てないってどれだけ弱いの。吉見も散々打たれてる時もベンチから誰も来ないし、死んでるチームじゃん。内野守備コーチゲレーロの三塁守備位置を見ていたのかね。亀井の本塁突入の一点は三塁ランナーの牽制を怠ったためです。言葉が通じないかもしれないが、しっかりコーチの仕事してください。落合に噛みついた平田と大島はどうしているのか。落合の評価通りじゃん。最後まで
までご覧いただき、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。